英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ。こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。皆さんこんにちは、英語の先生太一です。今週もお疲れ様でした。今日はですね、 I might apply for a certain audition とあるオーディションに応募してみようかなという話です。オーディションと聞くと、こう、なんだろうっていう感じになると思うんですけど、ちょっと前から関心はあったんですけど、ちょっといよいよ応募してみようかなっていうのがあって、それが何かというと、脱げる体2023っていうオーディションですね。脱げる体。これ何かというと、ターザンっていう雑誌皆さん知ってますか？ターザン。ターザンっていう筋トレ大好きな人が、見るような雑誌。でもそんなマッチョゴリゴリ系とかじゃなくて、なんか細マッチョになるためのなんちゃらとか、こう腹を割るためのなんちゃらとか、まあ、そういう筋肉をつけたい人向けにの表紙の時もあれば、肩こりをなくすための方法なんちゃらみたいな、猫背を治す、毛穴を治すみたいな、そういう体のお悩みの解決方法を言う時もあれば、あと野菜とか、タンパク質とか、まあ、栄養のことについて特集る回もあったりするので、まあ、全般的に何て言うかな、体のことについて関心がある人向けの雑誌っていうんですかね、ターザン、まあ、これを僕は前から読んでるんです。ターザンの企画で年に1回脱げる体オーディションっていうのをやっててですね。で、これ何かというと、運動をする前と後なんで、過去と今で相当こうギャップができた人がこう応募するっていうオーディションで、シンプルに言うと、まあ太っていた人がむっちゃ痩せて筋肉質な体になったとか、太っていた人が痩せてこうシュッとした感じになったとか、まあそのギャップ、どんだけギャップがあるかをこう証明するオーディションみたいな感じなんですよ。最初出会ったのが、僕が見たのが多分2020年ぐらいかな、3年、いや、もっと前だな。5、6年ぐらい前か。に、ターザンで、それをたまたま見つけて。で、その時は、まあ、シェアハウスにいたんで、シェアハウス内に行ったすんごい太った先輩に、ちょっと無茶してたんですけど、ちょっと、丸村さん、これ応募してみてくださいみたいな感じで、冗談半分で、こう、ネタとして使ってたオーディションなんですよ。で、当時僕は全く応募する気なかったんですけど、なんか今年はですね、あれちょっと応募してみようかな、みたいな感じに、なってて、出してみようかなみたいな。なんでかっていうと、まあ去年の2月ぐらいからパーソナルトレーニングをやってるんですよね。鳥取の S ボディジムっていうパーソナルトレーニングに通ってて、で、前は月に4回、まあ週に1回ぐらいでやってて、最近は、各週に1回ぐらいのペースにはなってきてるんですけど、やっぱ1年以上継続すると、体が変わってきた実感はあるんですよ。で、もともと、僕は華奢だったんで、友達から、おじいちゃんみたいって言われていた体だったんで、まあ、横から見ても、前から見ても、薄かったり細かったりしたんですけど、まあ、それをなんとか良くして、がたいを大きくしたいっていう。前も言いましたかね。僕の今んところの理想像は、愛の不時着に出てきたヒョンビンなんですけど、ちょっと胸、なんか厚みがある感じ、ずっしりした感じなんですけど、まあ、それを目指してトレーニングしてきましたと。で、体重が、前は65キロもなかったですね、最初は。64キロ、65キロぐらいだったんですけど、それが72キロまで今増えました。今増量期と減量期を繰り返してて、今減量期なんで71キロぐらいかな、下がったんですけど、増量期の時は75キロまで増やしてたんで、まあ1年ぐらい前の64キロから比べると、まあ10キロぐらいはマックス増えたりしてるんですよね。まあそんだけ増えるとやっぱ体が
重たく感じるんですよ。うわ、重たーみたいな、ちょっとなんか動きが呪いなみたいな感じが思うんですけど、まあ体重はそんだけ増えましたと。骨格筋量、まあ、筋肉量も前は31キロ2キロだったんですけど、それが35、6キロまで増えたんで、まあ3、4キロ分の筋肉がついたんですよね。ちょっとね、上半身とか、あ、なんか筋肉で膨れてきたかなみたいな実感があるんですよ。まあそういう変化があったり、体脂肪率は 15% ぐらいだったんですけど、もともと。今 16% ぐらいなんで、まあ 1% 増えたかなっていう感じではあるんですけど、なんか筋肉とか体重が増えた割には、体脂肪率は増えてはないので、まあ順調ですよって言われてるんですよね。なんですごいやっぱ体が変わってきたっていう実感はあるんですけど、まあ嬉しいなというのを思っててですね、今回は自分で応募してみようかなみたいな感じになってるんですよね。でもこれ一回ちょっと皆さん脱げる体オーディション、まあ、ターザンとかで調べていただくと過去のファイナリストとか出てくるんですけど、まあすごいですね。うん、写真の撮り方もあるとはいえ、それでもむっちゃ太ってた人がむっちゃ絞れてたりとか、普通の会社員とか、まあ一般の方がすごい体になってるんですよ。これ男性も女性もですね、女性も腹筋に筋が入ってたりとか、こうすごい引き締まった体になってたりするんですけど、まあすんごいレベル高いんですよね。あ、田村 D なんですか。一般人応募でもめちゃくちゃレベル高いですね。そう、レベル高いですよね。田中さんがファイナリスト10名に選ばれるための秘策は何かありますか？そう、これね、ちょっとね、考えてるんですけど、まあ、考えてるというか、トレーナーさんと一緒に、まあトレーナーさんにむしろ考えてもらってるんですけど、とりあえず応募するときに、アフターですね。鍛えた後のアフターの写真を撮る必要があるんですけど、パーソナルトレーニングをしたその日の直後に撮りましょうと。つまり写真映えするように、筋肉をあえて膨らませて、張らせて、で、その写真を撮ろうと。その瞬間できる、限りなくできることをすべてやって、応募写真を撮ろうと。で、一旦それで出してみて、まあ、結果どうなるかなっていうのを見てみましょうっていう感じなんで、まあちょっとね、経験を積むぐらいの感じですね、今回の応募は。まあ、去年の応募者が211名で、で、ファイナリストが10名っていうことだったんで、まあ、倍率は21倍なんで、まあもう生半可だったらもう完全に落ちるんですけど、なんで僕みたいなちょっととりあえず系の人は多分落ちちゃうと思うんですけど、とりあえず今回出してみて、でちょっと経験積んで、試して経験積んでいいなと思ったら来年ですかね、2024年度の脱げる体で勝負するかなみたいな、もう1年かけてちょっと準備するかなみたいな感じになるかもしれないですね。でも、anyway、今回も出すことは決めたんで、もう5月入ったらですね、ちょっと写真撮影に向けて、できることをしていきたいと思いますね。あ、田村 D。選考は、Zoom 等を用いたオンライン審査なんですね。面白いですね。あ、そうなんですよね。なんか、なんで筋トレ始めようと思ったんですかとか、どんな体になりたいんですかとかっていう、そういうモチベーションのところも聞かれたりするみたいなんで、僕はそこで言ったらやっぱコンプレックスからスタートしてるんで、こう話せることはあると思っててですね、なんでそこはしっかり準備していきたいなとは思ってるんですけど、ただまあズーム審査に行くまでですよね、多分ね、その書類審査で果たして通過できるんですかっていうとこなんで、ちょっとここではしっかり準備して臨みたいと思います。そういうわけで今回は脱げる体2023に応募してみようかなという話でした。皆さんも運動してますか？30代になったらね、体つき変わってきますんで、ちょっと運動していきましょう。それでは。